はい、今日はこのビジネスモデル U について話していきたいと思います。非常にカラフルなデザインで、本屋にあったら必ず目につくものだと思います。ビジネスモデル U を読んでいくと、こういうパーソナルキャンバスというのを作るページが出てきます。僕の場合は、過去で現在未来という感じで、3つ作ってます。これまた、ウェブで見れるようにどこかに上げておきますので、説明文の URL から、そのウェブまで、飛んで詳しく見てみてください。はい、今日このビジネスモデル U を紹介しようと思ったのは、僕にとってもものすごく必要なことだったんですが、もっと多くの人がですね、この本を見て、自分が本当は何がやりたくて、自分のやりたいことでどうやって、稼いでいけるのかということを、見つめ直すいい機会になると思ったからです。で、今世の中がものすごく変化していて、環境が変化してますので、その環境に合わせて自分自身も変化していかないと、ものすごいストレスとか不安とかを感じることになるんじゃないかなと思います。昔と同じような働き方だと、もしかしたら不利益を被ることになると思います。で、今何が一番いい働き方なのか、自分にとって一番何がいいのかっていうのは、もちろん自分にしかわからないことだと思いますので、それをぜひこれで導き出してほしいんです。で、僕が感じているのはやっぱり、自分の価値を、どんどん上げていくことですね。これが一番大事だと思います。今いろんな不安とか不満とかあるかもしれませんが、そういうの人のせいとか、時代のせいとか、そういうせいにせずにですね、自分がどうしたらいいのか、自分にどんな価値があったら、どういうことが得られるのかっていうのを考えてですね、自分自身にフォーカスして、やっていくと非常にいい結果が出てくると思います。なので、ぜひ試してみてください。これでみんなが自分がやりたいことをやって、十分な収入が得れるようになったら、その時はもっと健康にですね、投資することができると思います。もっとたくさんの人が、カーストレーニングを受けに来たり、僕の筋トレのコンサルティングを受けたりして、もっと、健康になって、もっと豊かな人生になると思います。なので、まずそういう状態じゃないっていう人はですね、このビジネスモデル U で、自分の環境をいい状態に変えて、それでやっていくといいと思います。以上です。